皆さんこんばんは、クロノスの梅澤と申します。本日は金曜日の、1週間が終わった疲れた後でこのバルカンミートアップの方にご参加いただきまして誠にありがとうございます。今日なんですけれども、記念すべき第1回2022年9月9日に、バルカンミートアップジャパンというのを開催していただくんですけれども、ミートアップ自体を日本でやるのが初めてですし、ウェビナー形式で、こういったミートアップやるのも初めてということで、いろいろと、こちら側でですね、不手際であったり至らない点がいろいろあるとは思うんですけれども、ぜひ、最後まで、聞いていただければと思います。では、早速始めさせていただきます。始める前になんですけれども、始めさせていただきますと言った後で始める前にっていうのもおかしな話なんですけれども、スピーカーへ質問がある方はですね、ズームのメニューのところにですね、ユーザーインターフェース、横棒のバーがあると思うんですけれども、そこに Q&A のボタンがあって、そこから質問できるようになっています。チャットボタンもあると思うんですけれども、チャットボタンの方は使わないでですね、この Q&A のボタンの方を使ってください。で最後のですね、Q&A セッションのところで、私の方で取り上げて、一つ一つ、お話、対応させていただく形になります。あと、今回のウェビナーなんですけれども、収録させて、録画させていただいております。でこちらの録画の方は、早ければ、日本時間だと土曜日になるかもしれないんですけれども、はい、そういった形で、下記のこちらの URL の方に、アップロードされる予定となっております。こちらの URL の方ですね、あとで私の方でチャットウィンドウの方に、コピペしておきますので、皆さんの方で保存しておいていただけると良いかと思います。あとですね、今回初めてということもあって、いろいろとこれから同じようなイベントを開催していくためにですね、皆様からのご意見を糧にですね、改善していければと思っておりますので、ウェビナーの最後にポップアップされる簡単なアンケートがありますので、そちらの方にもぜひご協力いただけると助かります。よろしくお願いいたします。では、今度こそ早速始めさせていただきます。今日のスピーカーなんですけれども、スペンサー・フリッケさん。彼はですね、サムソンの方で元 US の方で働いていて、クロノスグループでバルカンの方のワーキンググループでずっと活動していて貢献してくれた方です。で続いて西舘さんの方ですね。彼は慶応大学の方で大学院生でいろいろとバルカン関係のものを、調べてくれたり、あとバルカンガイドスペンサーさんの方が書いて貢献してくれたものの日本語版というものをやってくれた方です。で続いてマーティなんですけれども、もともとクリスというスウェーデン、ここの方にいる人間の方がずっとデベロッパーリレーションを担当していたんですけれども、クリスの方がちょっと辞めまして、で、マーティの方が今現在デベロッパーリレーションということで、開発者向けの担当ということになっております。で、私の方はクロノスの方を、2020年から、日本の方の窓口ということでやらせていただいております。よろしくお願いいたします。で、本日のアジェンダなんですけれども、スペンサーさんの方からバルカンの紹介、日本語でやっていただける形です。で、続いて西舘さんの方から、研究者の視点から見たバルカンということでご紹介していただきます。で、続いてのボーンデジタルさんのセッションなんですけれども、こちらですね、急遽予定の変更で誠に申し訳ないんですけれども、都合が悪くなってしまったようでして、私の方で書籍の方の情報の部分だけ紹介させていただくという形になってしまいました。直前の変更で誠に申し訳ございません。で最後になんですけれども、マーティの方のデベロッパーリレーション向けの情報ということで紹介します。でこちら英語の動画になってて、英語のキャプションがついているんですけれども、日本語の方はですね、ちょっと時間の方がかかる関係で、後日、別途 YouTube の方に日本語付きのキャプションのものをアップロードさせていただきます。で最後に、エキスパートに聞いてみようということで、今日ご参加いただいている参加者の方の中にもですね、きっとバルカンのエキスパートがいるのではないかと思いますので、Q&A セッションということで、皆さんとちょっと、いろいろとカジュアルな形でお話ができればと思っております。
では早速なんですけれども、スペンサーさん、はい、イントロダクションバルカンということでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょっと待って。はい、大丈夫です。はい、見えます。あ、はい、見えてます。分かった。はい、皆さんこんにちは。私はスペンサー・フリッキーです。よろしくお願いします。今日のプレゼンテーションでは、バルカンの紹介を行います。始めましょう。はい、私は以前4年間、サムスンで働いており、4年ほど前からバルカンに取り組んでいます。私はバルカンのエコシステムに深く関わっていましたし、今も関わっています。2年半ぐらい前に私は独学で日本語を勉強し始めました。実は最近仕事を辞めて東京の引っ越して、今は語学学校で日本語を勉強しています。バルカンについて多くのことをしていますが、日本語はまだ勉強中です。もし間違えたことや紛らわしいことを言ったらすみません。ネット上にはバルカンに関するコンテンツがたくさんありますが、すべて英語なので、このミートアップの日本語を行うことが重要だと考えました。このプレゼンテーションの目的は、バルカンとは何か、誰のためのものなのか、なぜ使うべきなのか、そしてそれを取り巻くエコシステムに概要を説明することです。残念ながら時間の都合上、今日プレゼンテーションではプログラミングのデモは行いません。バルカンの一般的なユースケースはゲームエンジンです。でも、バルカンのからの用途にハイライトを当てたいと考えています。最後、私はどのハードウェアベンダーやプラットフォームとは一切関係ありません。以下はバルカンのワーキンググループとエコシステムに関わった経験から概要です。ワーキンググループといえば、バルカンはクロノスが開発と報酬を行っています。バルカンワーキンググループのミーティングには毎週代表者が来て、バルカンの現状だけでなく、バルカンの将来についても議論しています。まず、バルカンが実際にどのような問題を解決しようとしているのかを理解することが重要です。すべてのコンピューターは常に CPU、メモリー、ストレージを備えています。最近では、コープロセッサーとして GPU がコンピューターに搭載されているのかが一般的になってきました。もともとはグラフィカルなアプリケーションに使われていましたが、最近では機械学習などの新しい使い方も GPU の人気の一つになっています。そこで問題になるとが、開発者が GPU とどのようにコミュニケーションを取るかです。最大の問題は GPU を製造する多くの企業が存在し、それぞれが異なる動作することです。バルカンの目標はソフトウェア開発者が様々なハードウェアやプラットフォームと連動するために使用できる単一の API を提供することです。はい、バルカンの最も一般的な用途はグラフィクスです。従来のラストライズやレイトレーシングの使用することができます。また、バルカンは
開発者が OpenCL や CUDA を使用すると同じようにコンピュートに焦点を当てたアプリケーションに使用することができます。最後、最近ビデオエンコードとディコードのサポートが追加されました。OpenGL をご存知の方もいらっしゃるかと思います。Balkan は OpenGL の後継にあたります。OpenGL は30年ぐらい前に開発されましたが、GPU がより複雑になり、開発者から GPU をよりコントロールしたいという要望がありました。6年前に Balkan 1.0 がリリースされ、新世代の GPU の API がスタートしました。もしあなたがまだ OpenGL を使っているならば、まだ大丈夫かもしれません。Jinku と Angular プロジェクトは古いレガシーアプリケーションがまだ動作するようにするための変化レイヤーの開発に懸命に取り組んでできました。これらのプログラムは OpenGL ドライバーのように動作しますが、デバイス上の Balkan ドライバーに Balkan API 関数を生成します。Jinku はデスクトップ OpenGL 向けで、Angular は Android OpenGL ES 向けです。これらのプロジェクトは活発に開発されているので、もしあなたがレガシーアプリケーションを持っていて、バグやパフォーマンスを問題見つけた場合、両プロジェクトが喜んで手助けをするでしょう。新世代の明示的な API は、Balkan だけで終わりません。Microsoft と Apple も同様に独自の明示的なAPI を持っています。Balkan の最大の利点は、ほとんどのプラットフォームとオペレーティングシステムで動作することです。VKD3D は、Balbu が Steam Deck で使用しているプロジェクトで、DirectX API で書かれたアプリケーションをできるだけ少ないオーバーヘッドで Balkan に変化しています。iOS や macOS などのプラットフォームは、では、Balkan VK を使用して Balkan アプリケーションを取得し、Metal API を呼び出して、Apple デバイス上で Balkan を実行できるようにすることができます。次に、Balkan の使い方について詳しく説明したいと思いますが、その前に2つの重要なポイントを伝えました。しています。一つは、Balkan はスルーの箱であり、同じことを正しく行うには多くの方法があることです。二つは、確かに Balkan は大きいですが、ほとんどの場合、開発者は Balkan のほとんど一部しか使いません。例えば、VK、KHR、Sampler、YSVCR、Conversion、各小機能です。この各小機能は、スマートフォンのカメラ入力を使用するアプリケーションのために追加されました。この種のアプリケーションに取り組んでない限り、この各所を気にする必要はないでしょう。つまり、Balkan が大きくても、必要なサブセットだけを気にすれば、それほど気を言うことはありません。Balkan の使った開発数では、Balkan Specification が非常に重要です。通常、Balkan Spec と呼べれる。
これはすべてのハードウェアベンダーが自社のハードウェアで動作することに同意した文章です。読むのは大変ですが、通常はほとんどの一部だけを読めばよいでしょう。バルケンを使用する場合、スペシフィケーションを検索方法をしていることを基調なスキルです。クロノスが提供するバルケンヘッダーです。これらは広報互換性があるため、新しいバージョンに更新しても問題ありません。今、バルケンの最新バージョンは 1.3 です。すべてのバージョンに広報互換性があります。Android など一部のプラットフォームは今現在バルケン 1.1 のみなをサポートしています。詳細は省きますが、バルケンの新バージョンが何を意味するかについては多くに時間とエネルギーが費やされてきました。ラッキーなことに、バルケンワーキンググループはどのバージョンを選択すべきかをより簡単に理解することを期待して、プロファイルとロードマップの新しいシステムを開始しました。バルケンローダーは、バルケンアプリケーションがバルケンドライバーと通信する方法です。これはバルケン関数をドライバーの内部にマッピングする小さなライブラリーです。また、ローダーはシステム上で利用可能なすべての GPU を見つけます。これにより、バルケンアプリケーションは単一のバルケンインスタンスで複数の GPU を使用することができます。また、バルケンレイヤーズはアプリケーションとドライバーの間に位置するライブラリーです。これらは通常ツールに使用される。レイヤーの設計もオーバーヘッドを減らすために必要な関数なだけをインターセプトすることになる。バルケンが始まってから6年ぐらい、GPU はすべての多くの新機能を追加していきました。各種機能は、バルケンが新しい機能を追加し続けるための方法です。各種機能は多くのユースケースがあります。例えば、新機能を追加するものや、物事をより早く行う方法を追加するものや、他の API への変化レイヤーを続けるために追加されることもあります。時々 Core という用語を目にします。Core という用語は、各種を持っていないバルケンのサブセットを指すために使用されます。バルケンには様々なユースケースに対応するために多くのフォーマットがあります。まず理解すべきは、線形タイリングと最適タイリングの違いです。線形タイリングは CPU 上のメモリの2次元配列をイメージしたものです。でも GPU は通常Quadでメモリにアクセスしますが、これは GSO に依存する詳細です。バルケンでは GPU は線形か最適なタイリングによって行われるフォーマットをサポートします。フォーマットを使用する前に使用する予定のデバイスがそのフォーマットをサポートしていることを常に確認する必要があります。
同期の処理はバルケンを使う上で重量かつ難しい部分です。同期される2つのものによって異なる同期プリミティブがあります。例えばフェンス数、BK フェンス数は CPU と GPU の間、セマフォーは GPU に投入された Q 間のものです。イベントとパイプラインバリアはコマンドバッファーの内部で使用されます。最近バルケンに VKKHR Synchronization 2拡張機能が追加されました。この拡張機能は開発者が同期を使用する方法について微妙でありますが、非常に有用な改善を強調します。ドライバーがサポートしていない場合、サポートを提供するバルケンレイヤーがあるので、可能であれば VKKHR Synchronization 2を使ってみることを強くお勧めします。バルケンではホストメモリーとデバイスメモリーがあります。ホストメモリーは CPU がアクセスできるものなので、デバイスメモリーは GPU がより早くアクセスできるものです。ほとんどの実装では最大で4096この割り当てしかできず、通常作成に時間がかかります。メモリをサブアロケートすることが推奨されますが、これは管理しにくいです。多くの開発者は VMA ライブラリを使用していますが、これはメモリ割り当てをうまく処理してくれます。これを使うことを強くお勧めします。おそらく気になるであろう拡張機能の1セットは WSI 拡張機能です。アプリケーションはバルケンの計算ワークロードに使用したいが、画面を使用したくない場合があります。この分離を可能にするために、バルケンの API のディスプレイ関連部分を Core に入れませんでした。まだ同じ GPU でも Windows や Linux や Android で動作されると、WSI 拡張は異なってきます。次に重要なのは SpearV の話です。SpearV は全てのバルケンドライバーが理解できるようにするための中間表現です。多くの人は GLSL や HLSL といった高レベル言語でシェーディングプログラミングを書き、それに SpearV を生成されることになるはずだ。バルケンと同様、SpearV にも独自のワーキンググループがあり、毎週会合を開いて、SpearV のスペシフィケーションについて議論している。SpearV は他の API にも使えるので、そのために SpearV とバルケンは分離されている。例えば OpenCL ワーキンググループでも SpearV を使うことができます。よくある間違いは、バルケンと SpearV の違いに気づいていないことです。バルケンは CPU 上で動作し、GPU を制御するドライバーです。例えば、メモリを転送、GPU への作業送信、同期の処理などに使用されます。SpearV は CPU 上で作成されますが、GPU 上で実行されます。
通常の CPU のプログラムがどのように動作するかは誰もが知っているはずです。まず、ある言語でコードを書き、それを CPU が理解できるアセンブリーコードにコンパイルします。すべての CPU が同じ ISA を使っているわけではないので、コンパイラーは正しいアセンブリーを生成する必要があります。GPU も全く同じように動作します。コードは GLSL や HLSL などの言語で書かれ、正しい GPU の ISA に変化される必要があります。実際の GPU の ISA 変のコンパイルは GPU ドライバーが行うことになる。最近、中間表現という考え方が参加になってきた。LLVM は最も一般的な中間表現で、多くの言語が多くの CPU で動作することを可能している。SpearV は LLVM と同じものを GPU 用にしたものです。開発者はコーラブル言語でコードを書き、SpearV に変化します。そして、バルキンドライバーが SpearV を受け取り、GPU が理解できる ISA にコンパイルします。SpearV のような中間表現の大きなメリットの一つは、コーラブル言語と比較して、ドライバーが より早くパースすることです。はい、最後に、バルキンのエコシステムの概要を説明するつもりです。多くのツールがその存在し、それは常に改善されています。一つ目は、バルキンガイドです。バルキンスペシフィケーションは読みにくいので、バルキンのさまざまな部分をより理解しやすくするための場所を提供するために、バルキンガイドが始まりました。また、バルキンガイドはもっと詳しくしたい場所で、他のリソースやスペシフィケーション場所を案内してくれることが多いです。バルキンガイドの日本語訳ができました。イエーイ、おめでとうございます。今後も改良を続けていく予定です。また、間違いを見つけた場合は、コミュニティの意見を歓迎し、感謝しますので、GitHub の pull request を開いてください。次に、バルキン SDK です。これは、バルカン向けに開発する際に重要なツールを集めたものです。このプレゼンテーションで説明するツールのほとんどは、SDK に含まれています。LunarG は約2ヶ月ごとに新しいバージョンをリリースしているので、リリースされたら最新版を手に入れることをお勧めします。OpenGL とは異なり、バルキンはエラーチェッキングがありません。エラーチェッキングがないことで、バルキンドライバーは高速になりますが、これは同時にアプリケーションに未定義の動作が発生しやすくなることを意味します。検証レイヤーは開発中にバルキンアプリケーションの中にバグの原因となるようなミスがないかを検出するための方法です。バルキン
プロジェクトをセットアップする際に、検証レイヤーをオフにしたり、オンにしたりする方法を持つことは、本当に、本当に非常に重要です。コマンドラインでレイヤーをオフにしたり、オンにしたりするのはよくある問題です。Lunar G には Vulkan Configurator というツールがあり、レイヤーのオフとオンをより簡単にすることができます。GPU Info はサッシャ・ウィリアムズによって作成された素晴らしいデータベースです。これは多くのバルケンデバイスのコミュニティ主導のデータベースです。特定の機能、拡張機能、またはフォーマットがどの程度サポートされているか、大まかなイメージをつかむのに便利です。また、プラットフォームごとに分類されています。Vulkan Hardware Compatibility Viewer するは、現在使用しているデバイスがどのようなサポートを得ているかを確認するのに便利です。すぐに、バルケンの CTS について簡単にお話したいと思います。これは、ハードウェアベンダーがバルケンの公式にサポートするために通過する必要があるテストです。本当に、開発者が CTS を気にする必要はないでしょうかが、この略語をオンラインで目にすることがあるかもしれません。RenderDoc は、バルケンアプリケーションをデバッグするための素晴らしいツールで、私はこれを使うことを勧めします。アプリケーションの1フレームを詳細に見ることができる。このツールを使い方はオンラインにたくさんあります。GFX Reconstruct は、ツールは、バルケンアプリケーションの一部をトレースし、リプレイすることができるツールです。このツールはアプリケーションの途中でバグを再現しようとすることに便利です。Swift Shader は Google のプロジェクトであり、バルケンの CPU ベースの GXO です。つまり GPU を一切使わずにバルケンアプリケーションを GXO することができるのです。これはドライバーのバグがあると思われる場合に参考として使用することができます。一部の拡張機能しかサポートしないので、あなたのアプリケーションでは動作しもないかもしれません。SpearV Shader を扱う際には、必ず SpearV Tools を使用することになります。これにはいくつかの異なるコマンドラインツールが含まれています。最もよく使われるのは SpearV Optimizer で SpearV Module を最適化するための様々なオプションとテクニックを提供してくれます。また SpearV のバイナリーを逆アセンブリーしてSpearV Module の中身を見るためにSpearV Disassemble をよくしています。GLSL を使用している人は GLSlang を使用することが多いでしょう。これを使うと GLSL を SpearV に変化することができます。
プログラムにコンパイルして実行時に実行することができます。スタンドアローンするは、スタンドアローンをする Sky、バルケンアプリケーションを実行する前に、SpearV モジュールを準備することを より良いパフォーマンスを得るために推奨します。HLSL を使うなら DXC を使うことになります。これは SpearV の生成に常に対応しており、GLSlang と同じように動作します。SpearV Cross は、SpearV のコーレベル言語化するためのツールです。SpearV が何をしているのかを C 言語のように可視化するために使用します。また、バルケンからメトルに移行する際に、SpearV をメトルを使用する MSL に変化する必要がある場合にも使用されます。SpearV Reflect は SpearV モジュールを実行時にパスするツールです。一般的な使用例としては、パイプラインレイアウトを作成する際に、シェーダーのディスクリプターの関数とその位置を知る必要があります。SpearV Reflect を使用すると、SpearV バイナリーからその情報を取得し、パイプラインレイアウトを動的に作成することができます。SpearV Visualizer は、SpearV のバイナリーを可視化するために使用できる Web ツールです。SpearV を初めて使う人のために、逆アサムリーを少し簡単に調べる方法を提供するものです。また、大きな SpearV モジュールを扱っていて、すべての命令がどのようにマッピングされているかを確認したい場合にも有用である。OpenCL を使っている人が、バルケンに移行したい場合、Google が使った CL SpearV というツールがあります。これは OpenCL のカーネルをバルケンを使うように SpearV と取り込むことを目的としています。変化できる内容に制限がありますが、このツールは Adobe の Project Rush で使用され、彼らが持っていた何百万行もの OpenCL カーネルコードの変化に役立っています。バルケン関数が呼び出しすれば、すみません。バルケン関数が呼び出しされるたびに、バルケンローダーを経由する必要があります。Volk は、これらの関数呼び出しをスキップする方法を提供する小さなライブラリーです。これは、バルケンインスタンスが作成された後に、バルケン関数を直接ドライバーにマッピングします。最後に、クロノスラックについてお話したいと思います。バルケンやスピーヴィーについて質問あるのに最適な場所です。また、日本語のコミュニティページもあり、参加することができます。また、私はスラックに参加していて、質問がある人をいつでも助けたいと思っているので、気軽にメッセージを送ってくださいね。
はい。すみません。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。次のプレゼンテーションでは、また西舘さんに。はい。ちょっとですね、その前に、スペンサーさんは、スライドを、講演、いろいろお聞きしてて、日本人からすると、アルファベットで書かれている、その短縮語だったりとか、短縮で書かれている機能だったりとかっていうので、これ何て読むのか分かんないのがたくさんあって適当に読んでたんですけど、今日初めて GLS ラングってずっと読んでたのが GL スラングだっていうことに気づいたり、いろいろと発見があって、ネイティブの名前をきちんと分かってる人にこうやってカタカナで書いてもらってすごく分かりやすかったです。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、続いてなんですけれども、西舘さんの方から研究者の視点からのバルカンということでお願いいたします。西舘さん、準備の方、はい、大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい、ではお願いいたします。はい、共有します。はい、大丈夫でしょうか。はい、見えております。はい、ありがとうございます。それではですね、紹介していただいた通り、僕の方からは学生研究者から見たバルカンと題しまして、15分と短いですが発表させていただきます。簡単に自己紹介だけさせてください。名前は西舘勇気と言います。現在はですね、慶応義塾大学の大学院で、修士の学生をしています。専門は CG のレンダリング関係の研究をしています。バルカン自体はですね、約2年前ぐらいから始めて、まだまだビギナーという感じです。で、先ほども紹介していただいたんですけれども、バルカンガイドというガイドがありまして、そちらの日本語訳を担当しています。すでに公開されていますので、ぜひ、興味ある方は、結構いろいろな情報がまとまっていますので、読むといろいろ発見があると思いますので、読んでいただけると嬉しいです。あとは個人的に禅っていう記事、投稿サイトでたまにバルカン関係のすごい細かい記事とかを書いてますので、そちらもよければご覧ください。それで、今日の発表内容なんですが、メインとしてはこれから入門する方を対象にしています。で、学生もしくは研究の面から僕の個人的な経験を共有するという感じの内容です。個人として入門してみた系の内容ですので、非常に軽い感じで聞いていただければいいんじゃないかなと思います。あとは、割と公式的な感じではなくて、個人的な感想なんかも含まれていますので、そこはご了承ください。すでにバルカンを使われている方には少し物足りないかもしれません。はい。で、実際僕自身はバルカンをどんなものに使っているのか、ちょっとだけ紹介させていただきますと、例えば GPU のレンダラー、レイトレーサーとかを書いていたりだとか、GPGPU の方の機能を使って液体のシミュレーションとかをちょっと勉強してみたりだとか、あとは実際にレンダリングの研究の方でも GPU で性能計測をする際にバルカンを使っています。GPU を使うときは何でもかんでもバルカンを使っているというような感じです。バルカンは何でもできるというのがあるので、こんな感じで使っています。で、僕自身なんでバルカンを選んだのかというのをいくつか挙げたんですけども、最近はやっぱり明示的な API、低レベル API、グラフィックス API が増えてきていると思うんですけども、そこでバルカンも同様に、バルカンを使いながら GPU 自体の勉強にもなるというのは、学生からしても非常にある意味に一石二鳥みたいな感じでいいんじゃないかなと思います。あとはもちろんバルカンのすごい強みとしてはマルチプラットフォームというのがもちろんあると思います。あとは非常に単純にですね、バルカン結構新しい技術ですので、新しい技術で面白そうというのもモチベーションとしてはすごく重要なのかなと思っています。また技術的な方では、僕自身はレイトレーシングの拡張機能に非常に注目していまして、こちらがすごく魅力的だと思っています。もちろん、ライスタライズの方も当然サポートしていますので、ハイブリッドレンダリングもすごく、簡単に使うことができます。で、実際に2年くらい前から
入門し始めて、どんなルートで学習していったのかというものを紹介させていただきます。一番最初はですね、非常に有名なものなんですが、バルカンの基本的な使い方として、バルカンチュートリアルというサイトで一通り勉強をしました。で、バルカンチュートリアルをやった後はですね、さらにいろんな機能がまだまだありますので、クロノスグループが管理しているバルカンサンプルズという GitHub のリポジトリの方を見て、実際のコードを見ながらどんどん使い方を学んでいくという流れがいいんじゃないかなと思っています。でですね、レイトレーシングの拡張機能についてはですね、割とまだまだ公開されたばかりで文献が少ないんですけれども、一番最初にしっかりとした文献があったのが NVIDIA が出しているバルカンレイトレーシングチュートリアルというサイトがあります。でこちらは非常に丁寧な説明があり、コードもついていて、入門としてはとてもおすすめです。ただ、NVIDIA が作っているフレームワーク上、まあ、バルカン上ではあるんですが、バルカンをさらにラップしたものの上で動いて、書かれているので、少しその辺を読解するのがちょっと大変かもしれませんので、まあ、そこは注意してください。で、先ほどから説明しているレイトレーシングの拡張機能についても、ちょっとだけ紹介させていただきます。この拡張機能は簡単に言うと、レイトレーシング用のハードウェアを利用するための機能となっています。やっぱり有名なのだと NVIDIA の RT コアですかね。機能の内容としては DXR だとか Optics 等に似たような機能が使えると考えていただいて大丈夫かと思います。一つ目としては、レイトレーシング用のデータ構造のビルドです。シーンの、まあ、ポリゴンでできた、ポリゴン以外でもサポートできるんですが、まあ、メインとしてはポリゴンでできたシーンを、一般的には BVH と呼ばれるデータ構造に、なるのが多いんですけれども、そういった何かしらのアクセラレーションストラクチャーにビルドする機能が入っていて、でそれに対してレイを飛ばして交差判定をしてくれるという機能が入っています。バルカンでは厳密には 1.2.162 以降で利用可能になった3つの拡張機能があります。先ほどまでレイトレーシング拡張機能とざっくり言ってしまっていたんですが、実際は3つに分かれています。1つ目は VKKHR アクセラレーションストラクチャーという機能。2つ目がレイトレーシングパイプラインという機能。3つ目がレイクエリーという機能です。一つ目のアクセラレーションストラクチャーというのが先ほど説明した1個目のデータ構造のビルドを担当してくれて、下2つ、レイトレーシングパイプラインとレイクエリーの方が交差判定とかをするような感じに分かれていますね。で、下2つあるんですけれども、こちらは2種類のそれぞれ別の使い方が可能です。一つ目のレイトレーシングパイプラインの方は、まあ、レイトレーシング拡張というと、だいたいこっちの方を指す方が多いのかなと。個人的には思っているんですが、レイトレーシング専用のシェーダーをいろいろと導入していまして、まずレイジェンシェーダーというシェーダーからレイを飛ばし、交差判定が行われた後、一番近いヒット点で C ヒットシェーダー、クローゼストヒットシェーダーというものが呼ばれ、ここのシェーダーで、まあ、シェーディングの処理とかいろいろやると。で、実際に飛ばしてみて、ヒットがなかったらミスシェーダーが呼ばれ、そこで空の色とかをサンプリングしたりとか、そういうようなパイプラインを作成することができる機能です。他にもいくつかレイトレーシング用のシェーダーが用意されているんですが、いろいろな使い方ができるようになっています。で、こちらは複雑な制御が可能となっています。で、それに対してですね、レイクエリーという機能もあります。こちらはレイトレーシングの専用のシェーダーではなくて、フラグメントシェーダーだとか、コンピュートシェーダーだとか、まあ、それ以外のシェーダーからレイを飛ばせるっていう機能になっていまして、これ非常に手軽に扱えまして、とても面白いので、こちらもなかなかいいんじゃないかなと思ってるんですけども、例えばですけど、フラグメントシェーダーで直接シェーディングをする際に、シャドウレイを飛ばすみたいな使い方をすると、すごく簡単に正確なシャドウを出すことができる、ハイブリッドレンダリングが手軽に実現できるので、こちらもぜひ試していただきたい機能になっています。ただ、複雑な制御がそこまで、可能ではないというデメリットもあるみたいです。実際に実装していって、入門していって、いろいろ、まあ、なかなかバルカン書くのが大変だとか、そういう話があるんですけれども、僕個人的にはですね、バルカン HPP というヘッダーファイルをすごくお勧めしています。
開発言語が C++ である場合は、この公式のバルカン HPP というラッパーを使いますと、非常に簡単に書くことができるようになっていまして、導入も非常に簡単で、何もする必要はなくて、バルカン SDK に既に含まれているので、通常通りバルカン SDK をインストールしてもらって、バルカン HPP をインクルードするだけで使うことができます。バルカン自体の C の API の方、バルカン .h の方を、で、一番最初にやるインスタンスをクリエイトするようなコードスニペットをちょっと書いてみたんですけども。まず、クリエイトするための構造体にいろいろフィールドを追加していって、で、クリエイトインスタンスという関数を呼んで、作った後に、その結果を確認してみるっていうことをし、で、インスタンス使い終わったらデストロイインスタンスというのを呼ぶ必要があるという感じになっていました。で、バルカン HPP の方はですね、見ていただければわかる通り、もう記述量が半分くらいになっていまして、非常に簡潔に書けていることがわかると思うんですけども、クリエイトインフォの、フィールドもですね、この構造体自体にセッターがいくつか生えていまして、こちらを使うと結構簡潔にサクッと記述できるようになっていたりもしますし、クリエイトインスタンスの関数の方ではですね、直接インスタンスを返すように、変更されていまして、非常に簡潔に書くことができます。で、あとは重要なのはですね、この VK ユニークインスタンスという名前がついているわけなんですけども、このユニークというのは、C プラでいうユニークポインターみたいな働きをしてくれていて、インスタンスが破棄された場合に、自動的にこのデストロインスタンスというのが呼ばれるというようなものになっていて、とても便利に使うことができます。だけでバルカン HPP をお勧めしておきます。あとはですね、考え方みたいなものなんですけども、バルカンは非常に大きくて何でもできるというような すごい自由度があるものなんですけども、実際に例えば入門する際だとか、そういう場合は必要なことだけを書けばいいっていうことを覚えておいていただけると、まあ、挫折しにくいんじゃないかなと、個人的には思っています。例えば、バルカンであれば、あらゆる環境で動くように書くこともできますし、最高のパフォーマンスを出すように書くことももちろんできます。ただ、入門っていう部分で言えば、自分の GPU で動けばいいと割り切ってしまうということをすると、その例えば GPU の機能、細かい機能をいちいちものすごいたくさんクエリしてからパラメータを設定するみたいな必要もなくなったりしますし、まあ、パフォーマンスもちゃんと動くことが確認できればいいというくらいであれば、そこまで気にすることもなく、バルカンもより楽しく入門できるんじゃないかなと思いますので、あんまりバルカンは難しいと肩肘を張って、頑張るというよりも、より楽しく入門していただける方がいいんじゃないかなと思っています。はい。で、あと、バルカン入門してみて、実際に入門してみてですね、どんなことを感じたかというものを、技術以外の面についてもちょっと紹介させていただきたいなと思っています。で、いい点として、やっぱり挙げられるのは、バルカンまだまだ新しい技術ですので、古い情報が少ないです。OpenGL の方では入門する際に結構古い情報が出てきてしまって、入門者が混乱するっていう話がよくあったと思うんですけれども、そういう心配はかなり少ないのかなと思っています。あと人によってはどうでもいいと思うかもしれないんですが、コードがきれいに書けると思っています。これはですね、研究っていう面では結構一人でコードガシガシ書いていくみたいな人も多いと思うんですけども、このコードがきれい、汚くなっていくとどんどん開発のモチベーションが下がっていってしまって、研究自体もなんかちょっと億劫になるみたいな可能性も結構あるんじゃないかなと思うんですけれども、そういう意味では研究モチベーションを保つというのは非常に重要で、コードがきれいに書けるバルカンはすごく個人的には気に入っています。あと、反対にですね、悪い点を挙げるとすると、やっぱり日本語の情報は少し少ないかなというのは思いますね。もちろん英語の文献はいろいろあるので、まあ今であれば翻訳をかけてどんどん読んでいただければと思うんですけれども、やっぱり日本語の情報が欲しいという人もいるかなと思います。今もですね、有志の方というか、
まあ、バルカンの情報を発信してくれている方もいっぱいいますけれども、まあ、今後どんどん増えていくといいかなと思っています。あと次はですね、学生としては結構、まあ、重要な点なんですけれども、学習にやっぱり時間はどうしても比較的かかってしまうかなと思います。学生で残り時間少ないとなると、バルカン入門してみて、ちょっとあんまり意味のあるところまで、アプリケーション作ったりとか、なかなか難しかったという可能性もあるので、その辺はちょっと注意が必要かなと思っています。で、最後なんですけれども、バルカン実際どうですかっていう部分で、新しい技術が好きだという方はですね、ぜひバルカン試してみるととっても面白いんじゃないかなと思います。現在もですね、新しい拡張機能だとか、まあ、コアに昇格した、メインになった機能だとか、どんどん出てきていまして、それを追うだけでもですね、結構、あ、こんなことができるようになったんだと、非常に面白いと思いますので、ぜひ。あとですね、よくある話なんですが、OpenGL はもうレガシーだからバルカンに移行しないといけないんじゃないみたいな話が、まあ、たまに聞くんですけれども、まあ、現在の段階では OpenGL でも問題ないのであれば、無理にバルカンをいやいや移行するっていう必要はないかなと思います。先ほども紹介していただいてましたけども、変換レイヤーみたいなものも開発が進んでいるみたいです。あとはですね、非常にニッチな重要ですけども、マルチプラットフォームでハードウェアレイトレをしたいという方はですね、バルカン一択ですので、ぜひバルカン始めてみましょう。はい、短いですけれども、ご清聴ありがとうございました。僕自身はですね、本セッションに関すること以外でも、ツイッターでいつでも話しかけていただければ嬉しいです。はい、以上です。ありがとうございました。西舘さん、ありがとうございます。スライドの方は事前にちょっと見させていただいてたんですけども、話として聞くと、バルカンガイドの翻訳の時に、あ、西田さんがこの日本語に訳してたのをレビューしてたんですけども、その時に、あ、このことを言っているんだなとかっていうのが、なんとなく私にも分かったり、で、研究者としてっていう部分がやっぱり実際に業務で使われている人と違う視点ではあるんですけれども、始めるにあたっては、やっぱりどこから始めていいのか、何を最初にやったらいいのかっていうのが分からない部分がとても重要で、その情報があるのとないのとで、そのスタートの一歩を踏み出せるか踏み出せないかっていう部分が大きく変わってくるので、こういったスライドの方を作っていただいて、今日発表していただいてありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。はい。では、続いてなんですけれども、ボーンデジタルさんの方からの講演というか、セッションであったんですけれども、少々お待ちください。ボーンデジタルさんからいただいている、書籍の、割引購入の部分のご紹介をさせていただきたいので、画面の共有の方をちょっと私の方で引き取ります。画面の方切り替わりましたでしょうか。はい、大丈夫です。あ、はい。じゃあ、ボーンデジタルさんの方からいただいていた、情報なんですけれども、この第1回のミートアップの開催を記念してですね、今日ご参加いただいている方限定で、このプログラミング、バルカンプログラミングガイドの方を 20% オフで提供していただけるそうです。で、こちらの URL なんですけれども、9月9日から9月16日の限定での提供となりますので、そちらの URL の方を今、チャットウィンドウの方にお送りします。ただですね、こちらの方、参加者限定という形になってますので、外部に公開するですとか、そういったことは、しないようにしてください。はい。で、このバルカンプログラミングガイドなんですけれども、
ボーンデジタルさんの方と最初にお話をさせていただいたのが去年ですね。もう1年ぐらい前にこういう書籍があるんですけれども、ボーンデジタルさんの方でぜひ翻訳していただけませんかっていうお話の方を私の方でさせていただいて、でボーンさんの方で書籍は赤字になりやすいんで検討させていただきますっていうふうに言われて、だいぶ時間が経ってから今年に年末ぐらい、年末、そうですね、去年に翻訳の方を始まりましたと言われて、でやっていただく形になって、でレビューの方も今年に入って2月3月ぐらいでちょっと依頼をいただいてたんですけども、私の方がちょっとなかなか時間が取れなくて、4月5月ゴールデンウィークかけてちょっとレビューをして出来上がったものです。でこのバルカンプログラミングガイドなんですけども、書籍としては非常に古いものではあるんですけれども、バルカンの全体像っていう部分を理解する上では非常に重要な本になっているようで、今日最初に講演していただいたスペンサーさんの方もこの本はバルカンをやる上で非常にいい情報で、日本語の本として出たのがすごく嬉しいというふうな話をお聞きしたんですけれども、スペンサーさん、バルカンプログラミングガイドに関してちょっと何かコメントいただけますでしょうか。はい。そう、さっき、いや、ちょっと古いです。でも、バルカンはいつも、すみません。バルカンは常に変化しています。A working group でさえも苦労しています。いや、先ほど、そう、バルカンプログラミングガイド大丈夫です。fundamentals まだ大丈夫です。うん。So、はい。はい。ありがとうございます。その基本的な部分っていう部分が、バルカンプログラミングガイドで解説されていて、そこの部分は変わらないところですので、古いですけれども、ご活用いただけるっていう形になっております。はい。はい、そうですよね。確かにバルカン、大変ですよね。これ、やってるワーキンググループの方々も。大変。そうですよね。はい、大変。本当に大変。実際にワーキンググループの中に入ってバルカンガイドの部分をやられたりしていたスペンサーさんが言っているので、大変だというのは間違いないんだと思います。はい、ありがとうございます。はい、では続いてなんですけれども、次のパートの部分は、動画になるんですけれども、10分ないぐらいのもので、ただ英語ではあるんですけれども、下に英語の字幕が出ますので、英語の勉強だと思ってちょっとこう見ていただければと思います。では動画の方を再生いたします。Hi, my name is Marty Johnson. I work for the Kronos Group and I manage Vulkan Developer Relations for the Vulkan team. Today I wanted to talk to you about theResources available to Vulkan developers for both folks just starting as well as more experienced developers. So we have multiple sources for resources for the developer community. Kronos manages our own resources, most of which are open source projects hosted on our Kronos GitHub and linked by our website, vulkan.org. We also are fortunate enough to have many members contributing resources as well.Vulkan is supported by all the major GPU vendors, and each one of those will have a website dedicated to Vulkan, where you can find lots of resources, many of which are also on their GitHubs or their websites. And we also have a thriving public community that also does many contributions in open source as Vulkan-based projects that are available on GitHub. And these resources include the basics, development tools, SDKs, profilers, debuggers,engines, full engines, or libraries and languages, language bindings,
as well as learning resources, documentation, tutorials, case studies. We have a rich set of sample code and lots of videos, presentations, and blogs from the development community. We also have discussion forums, and of course, you can get the issues addressed on our GitHub. We can also provide regular updates, news feeds, and newsletters. So all of these resources are linked via the Vulcan.org website, which provides a map to everything I'm going to talk about. And I'll go into a little bit more detail on each one. So to get started, the basics of developing Vulcan applications, and you want to start with the SDK, which is provided by Lunergy, which is a member company that does an excellent job of providing an SDK, which includes tools, documentation, validation layers, getting started guides, and lots more. So that's really the place to go to initially when you're starting your development process. Of course, based on the platform you're developing on or the one you're targeting, you'll also want to go to the hardware vendors sites to get drivers, platform-specific SDKs, debuggers, profilers, and we are supported by every major GPU vendor out there, and they all have resources available for developers. Vulcan.org/tools is the place to find links to all of the above. Many application developers don't really want to write an engine from scratch, and there's really no need to. You can leverage lots of existing resources that can help you get jump-started. As you can see, there's pretty much every major game engine has a Vulcan path. Both commercial and open source engines are available out there. So you can get a full engine, you can get frameworks that can help you write your own engine more quickly. There's helper libraries to help you navigate some of the more tricky parts of Vulcan, you know, the boilerplate getting up and running to get your hello triangle out there, as well as synchronization or pipeline management. Lots of libraries to help you manage those complexities. And as I mentioned before, there's many language bindings for pretty much every language that you might want to develop in. And once again, vulcan.org/tools is the place to find these resources. So for learning Vulcan, either if you're a novice and have never used Vulcan before, or if you're an expert developer, there's many resources available to you. Kronos supports a number of these. Obviously, the specification comes from Kronos, and that's the single source of truth for how Vulcan actually behaves. The Lunergy SDK has a getting started guide, which is a great resource for getting up and running on Vulcan quickly. The Vulcan guide is a document managed by the Kronos group that provides insights into the major features of Vulcan, kind of the philosophies some of the details on many of the main API features and extensions. There's the Vulcan tutorial, which the Kronos group is helping maintain, which walks you through the basic process of getting your application up and running. And there's lots of sample code available on the Vulcan samples repository, as well as video presentations and blogs that Kronos maintains. And fortunately, both our vendor and the broader community provide lots of resources as well to help you learn Vulcan. Each of the vendors provides a best practices guide for helping you get the most out of their specific hardware. There's lots of Vulcan tutorials, third-party sample code, even full graphics lecture series for the university level, even as well as case studies. You can find most of this on vulcan.org/learn. Cross-platform support is one of the major reasons that application vendors choose Vulcan. And as you can see, Vulcan is supported on most of the major platforms out there, including the Mac OS via a translation layer. There's a couple of different sets of resources to help you get your application running across all these platforms. The Vulcan Portability Initiative is intended to help you get Vulcan applications written in the Vulcan API running on platforms that don't have native Vulcan drivers, such as Apple's Metal. Or if you've got a DirectX driver with no Vulcan driver, you can layer on top of DirectX or other APIs. And there's lots of porting layers, many of which are provided by the community, to help you get other graphics APIs running on top of Vulcan drivers. So if you want to stay in DirectX, but run on an application that doesn't have a DirectX driver, that's possible as well.
For more information, see vulcan.org/porting. Getting questions answered is, of course, one of the key things that Vulcan developers are going to need, and we fortunately have many resources available to help you. Kronos provides an official Vulcan Discord channel where many of the member companies, experts in Vulcan, will join and help address any questions that developers may have. We also provide a Slack channel that for members, but there are also Slack channels for the community outside of members or non-members as well. And of course, GitHub is a great resource for submitting issues and getting them addressed. And most of the popular technical forums also have Vulcan channels, such as Reddit and Stack Overflow. And you can follow us on Twitter and YouTube to get updates as well. So we've got a thriving social media community as well. More information on the community page on vulcan.org. So Vulcan also, of course, welcome community contributions, and there are multiple ways to contribute. Most of the Vulcan tools and specifications, sample code, tutorials are open source projects that are hosted on Kronos GitHub, and you can get involved by submitting issues, suggesting improvements, and we will take a look at those and are responsive when those happen. So that's a great way to get involved. Of course, the best way is joining Kronos as a member. There's a couple different levels. If you're a promoter or a contributor level, you can directly influence the future of the Vulcan spec, including voting rights. There's also academic and associate levels that let you join the working groups and advise the future development without voting rights. But that's a great way to get involved in the conversation. And of course, you can contribute to many of the open source projects that the community provides. There's lots of open source projects, as mentioned before, or contribute your own. Those are always welcome. And we try and link to as many of these as we can on vulcan.org/tools. Staying updated on Vulcan development is fairly easy to do. You can go to vulcan.org and look at the news feed, where we'll list all the latest developments as they happen. Or you can sign up for the Vulcan newsletter and get a monthly mailing of the major news events involving Vulcan. So thank you. That's my overview. And good luck on your Vulcan development. And once again, vulcan.org is the place to go to get a link to all your resources. Thank you. はい。以上でマーティーからのバルカンのデベロッパー向けのリソースということで、紹介を終わらせていただきます。ではですね、今日予定されていた、プレゼンテーションの方は以上となりますので、Q&A、あとフリーディスカッションということで、質問の方を、2ついただいておりますので、そちらの方を答えていくと同時にですね、質問であったり疑問に思うことであったり、もしくは今日ご参加されている方の中で、バルカンのこんなものを作っていますだったりとか、こういう情報を発信していますっていうような部分がありましたら、ぜひこの場でお話しいただければと思いますので、ぜひちょっと話してみたいという方はですね、Zoom のメニューのところに詳細のボタン、点々点の3つのボタンがあって、そこに手を挙げるというのがありますので、そこで何か発言されたい方は手を挙げていただけると、こちらの方で発表できるようにいたしますので、教えていただけますと幸いです。では早速なんですけども、Q&A の方に入りますので、今までずっとプレゼンテーションの関係で、失礼しました。ボタンを押しちゃいました。ビデオの方をオフにしていたんですけれども、ちょっと私の方と、あとプレゼンターの方、今日、講演していただいた方の方もカメラをオンにして、
私の方でのスライドショーをオフにします。はい。これで今日のメンバーが見えてますでしょうか、皆さん。大丈夫ですかね。ではですね、あと質問なんですけれども、順番に見ていきたいと思います。まず一つ目が山田秀信さんでしょうか。名前読み方合ってますでしょうか。からなんですけれども、バルカンプログラミングガイドの内容が初期のバルカンの情報なので、最新情報で作ってほしいと思いました。自分もバルカンの書籍を作っていますが、最新に追いついていくことが辛かったです。バルカンの書籍を作ってるということなんですけど、どういった形で販売、出版されてるんでしょうか。私、ちょっと今まで存じ上げなかったんですけれども、ああ、はい。あれですかね、ブースで販売されてますかね、確か。ブース？はい。ブースっていう、販売サイトが。はい。あ、そうなんですね。聞こえますでしょうか。あ、はい、聞こえております。はい、私、山田と申します。はい、名前もあっております。はい、はい、私が、はい、バルカンの書籍ですね。はい、作っておりまして、そうなんですね。はい、今、ちょうど CF にもなってしまうんですけど、明日からの、イベントでもですね、バルカンのプログラミングとして、ボリューム4、4巻目を作って出す予定をしてます。バルカンのレイトレーシングの方についても、1巻出させてもらっております。それは大変失礼いたしました。私の方で存じ上げませんで。あ、まだまだということですね。はい。ちょっともうちょっと頑張っていきます。はい。ぜひ、クロノスの、クロノスの日本のツイッターの方であったりとか、あとは、クロノスの本国の方のウェブサイトの方に、バルカンの書籍の紹介しているページがあるんですけども、ご存知ですか？ああ。ちょっとそちらまでは確か目を通してなかったですね。そして私自身、書籍といいつも、いわゆる、商業の出版の方に載るわけではなくて、個人的な方の、はい、いわゆる日本でいうとこの同人誌と言われるタイプのものなんですね。はい、こちらの方でやっているのでっていう、ご存じないのもちょっとしょうがないかなというところでございます。多分クロノスグループのバルカンのサイトで、書籍をいっぱい紹介してるんですけども、そこに掲載させていただいても大丈夫でしょうか、はい、もしも OK であれば。はい、大丈夫です。ありがとうございます。なるほど。で、質問なんですけれども、そうですね、つらかったですということで、確かにバルカンガイド、バルカンプログラミングガイドに関してはもう結構古いもので、そうですね、バルカン 1.0 のリリース前の情報をもとに作られていて、なんかこう、ちょっと最新のエクステンション、機能拡張の部分だったりっていうのが対応してないのはあるんですけども、でも、今日スペンサーさんの方で話してくれた、バルカンとは何ぞや的な、全体的な概要の部分っていうので、こう、分かる上では、多分バルカンプログラミングガイド以外にはないんではないかなというふうに思っております。で、最新情報で作っていくという部分がスペンサーさんだったり、あとバルカンワーキンググループの方で提供している GitHub のサイトのサンプルだったりとかガイドだったりとかチュートリアルっていうのが今日、そうですね、最近いろいろと充実少しずつしてきて、何か新しいのが入ると増やしていっているっていう状況なんですけれども、はい、はい、でもそういうのが出てくるまでは、そうですね、そういうのが出てくるまでに、やっぱりいろいろと苦労があったということですよね。はい、そして、バルカンプログラミングガイドの方ですね、そちらの、ソースコードのリポジトリが、ソースコードが上がっていないというところで、ちょっと見てみたいのに、参照できないなというところを、先日、残念に思っておりました。そうなんです、はい。今、マーティーがバルカンのデベロッパーリレーション担当なんですけれども、このレビューをしているときは、まだクリス
ていう人間がデベロッパーリレーション担当してたんですけども、クリスにこれないんだけどって聞いたら、えぇ、って言ってクリスもびっくりして、すごく残念なことだっていうふうに言ってました。はい。で、バルカンガイドの一人は NVIDIA にいるみたいなんですよね、確か。違ったか、忘れましたけど、で、なんかこう、はい、コンタクトをしてみたんですけれども、回答はありませんでしたっていう形です。はい。多分もう今更っていう感じもあるのかもしれません。あまりにも古いので。はい。うん、で、バルカンのサンプルの方を今は見ていただく方がいいのかなというふうに思います。はい。で、二つ目の質問の方も山田さんからのもので、研究とかの際にバルカンを使ってとのことですが、そこそこの時間が経過した後、コンパイルが通らなかったり、クラッシュしたりなど、うまく動かない場面があると思うのですが、どのように対応されていますか？私も長期安定したコードを作りたいと思うのですが、そこに苦戦していますということで、これは西舘さん。そうですよね。いや、本当におっしゃる通りですよね、という感じで、非常に大変な場面あると思うんですけども、まあ、本当に僕個人で言うと、まあ、研究内容に依存するので、なかなか一般的な解というのはないと思うんですけども、僕の研究であれば、まあ、結構、ある意味逆に長期運用しないっていう使い方をしているかなと思っています。さっきもちょっとだけ説明しましたけども、なんか必要なことだけを書くみたいな考え方の延長で、その研究の、まあ、僕であれば高速化の研究であったなんですけども、まあ、高速化のコンセプトが確認できるような非常にミニマルなアプリケーションとして開発して、その結果を使う。で、またなんか別のことをしたければ、またもう書き直しちゃったりとか、そういうなんか、あえて長期運用せず、あまり巨大にせず、ミニマルなまま使うっていうやり方をしてるかなと思っています。まあこれは結構研究にもよるので、大規模なものをどうしても使わないといけない場面では、なかなか難しいかなと思うんですけども、はい。こういう感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。長期安定したコードを作るという部分で、多分長期間研究、まあ、一つのことに集中して、どん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 こう、深掘りしていく際のコードを作るという部分で、なんか、スペンサーさん、アドバイスだったりありますでしょうか。大変です。あと、ちょっと、いや、他のいいアドバイスはありません。ごめんなさい。So Yamada-san wants to write a code that can be used for a long time. わかりました。でも、そう、目標、長い、英語、すみません。英語でもいいです。英語で。私、OK、はい、よかった。So, I think this is a software problem, not a Vulkan problem. Even if Vulkan adds new stuff, your old Vulkan code will work the same. So keeping your code maintained is, I would argue, is a software dilemma, not a Vulkan specific issue. I see.なるほど。そうですね。長期安定したコードを作るっていう部分で言うと、バルカン云々っていうよりも、やっぱりそこソフトウェアの部分のところになるんじゃないかなと思うそうです。なので、そうですね。バルカンの問題というよりは、一般的なソフトウェアの問題なので、まあ、コードの方をどうそういうふうに書くかっていう部分の方の話になるんではないかなということです。And Spencer, did you also have similar experience in the past? Having hard time to maintain and writing their stable code for the Vulkan tools.
we're in charge of updating with the spec. Oh. So that's a different problem. I see. No. But working with people who only have small targeted projects, they don't seem to have to worry about the changes that Vulkan has. Mm. なるほど。あの、スペンサーはどちらかというと、スペンサーさんはどちらかというと、そのバルカンのスペックを作ったりとか、そういう全体的な部分、もっと広い目で見た時のバルカンの部分を見てて、新しい機能だったり、どのをやってたりしたんで、特にあの、その長期安定したコードを作るっていう部分で、のは、はい、そういう部分で、あの、どうしたらっていうのは、特にないみたいです。あのどちらかというと皆さんのように開発をする際に一つのことに集中してやられたりする見方よりももうちょっと違う上の方というかあのもっと上位レイヤーからのバルカンの部分というのを見てた形だそうです。はい、というこんな回答になってしまうんですけれども大丈夫でしょうか山田さん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いて3つ目の質問が坂本朝日さんからなんですけれども、普段 Unity で VR アプリを作っています。バルカンはほぼほぼ未知で、最近グラフィックス API としてバルカンが使用可能になっていたのを見て興味を持って今回参加しました。ありがとうございます。 VR でかっこモバイルで開発する際に OpenGL に比べてメリットなどがあれば教えていただければと教えていただければと嬉しいですということなんですけれども、ここいかがでしょうか、西舘さんかスペンサーさん。はい、well, パフォーマンスもちろん、OpenGL よりバルカンパフォーマンス早いと思います。はい。Unity 使ったとき、バルカンと OpenGL 選択あります。So, 簡単です。So, likeAnd so, CanQ簡単です。Like OpenGL, Vulkan,、okay, FPS 違う。はい。なるほど。Yeah. And then, そうそう、時々、モバイルについて、はい。So, 時々、携帯のドライバーは、Angular 使います。So, OpenGL 使った時、本当に同じ Vulkan ドライバー使います。でも、OpenGL、Angular、native book driver. アングルっていうのは何ですか？いや、そう、少し、携帯、ハードウェアベンダーは、OpenGL driver、使ったよりに、使った、instead、使った、で、アングルを使います。西舘さん、アングルってわかりますか？あのさっき紹介されていた、スペンサーさんが紹介されていた、あの、オープンジェルを、あの、バルカンの方に。上で動かす。いや、変化レイヤー、変化レイヤーです。ああ、なるほど。Yeah. なるほど、はい。そういう、なるほど。ということで、あの、まあ、パフォーマンスが早いというのと、っていう感じなんでしょうか。Yeah. メリットとしては。いや、あるけなことに、Unity と Unreal と、like、どちらも OpenGL と Vulkan 選択があります。なるほど。そうか、いや、変換、安いです。うん、変換、簡単に使い切り替えられるってことですね。はい。はい、あの、坂本さん、そんな感じで大丈夫でしょうか？あ。はい。じゃあ、続いて、川名祐樹さん。からの質問に移らせていただきます。バルカンは拡張がいろいろなベンダーが自由に拡張していて、同じ機能でも結局分岐コードを書かないといけなくて、結局プラットフォーム固有の API になってしまっている印象です。最終的にコアに取り込まれるのはわかるのですが、このあたりの拡張をクロノス側が制限するということはないのでしょうか。Yeah. あと、いつももっと感覚症あります。あと、like, 例えば、最近、多分、like, よ本当に最近、VKKHR、The Mesh Shaders、VKEXT Mesh Shaders、はい、ありました。はい、でも発表されました。たくさん人、多分、Mesh Shaders 使いません。
そして気にしてはないです。うん、But yeah, no, it will, there's always going to be more extensions because、うん、GPUs are constantly improving.、うん、そうですね。And, あの、yeah. GPU に And,、yeah. っていうのはあの常に進化していくものなので、エクステンションっていうのはどんどんこれからも増えていく部分であります。はい、でクロノスグループ側が制限することはないのかっていう部分なんですけれども、ここは、先日あのクロノスグループの方で提唱している GLTF っていう 3DF のファイルフォーマットがあるのをご存知かと思うんですけれども、この GLTF が今年のどこかのタイミングであの ISO の中での、まあ、3D の標準フォーマットとしてのあの位置づけになったんですけれども、 ISO の中で定義しているその標準フォーマット的には、例えば JPEG とかいろいろあったりするんですけども、そのバルカンでも GLTF でも同じなんですけれども、クロノス側が制限してしまうと、じゃあその標準規格をベースにいろいろな機能拡張、もしくはそうですね、ハードウェアのベンダーが独自に拡張できない、クロノスが制限してしまうっていうふうになると、オープンなものではないっていう形になって、ISO の取得自体が GLTF はできなくなってしまう形なんですね。で、クロノスがオープンスタンダードっていう部分に関して、もう20年以上やっているのが、やっぱりそこに理由があって、クロノス側では標準的なものを提供して、それを皆さん、いろいろなところで拡張したり、自由に使って、で欲しいという部分があるので、おそらく制限するということはないのではないかなと思います。はい。では続いてまた、ああなるほど、山田さん、バルカンプログラミングボリューム1から4、バルカンレイトレーシングプログラミングボリューム1などの冊子を作っていたりします。はい。先ほど URL の方を開かせていただいて拝見させていただきました。で、はい。で、時間の方が90分。あと10分ちょっとなんですけども、はい、坂本さん、ありがとうございました。ということで、はい、ありがとうございます。でですね、質問の方で、Q&A でいただいているのは、このくらいなんですけれども、何か今日参加されている方で、バルカンでこんなことをやっていますとか、ちょっと、お話していただけるような方とかっていらっしゃいますでしょうか。で、ちょっとですね、私、あれだったんですけれども、セデックでバルカンの講演をした方がここにいらっしゃってるような気がするんですけれども、気のせいでしょうか。ちょっと事情があって、ここではその話はできませんということであれば大丈夫なんですけれども、はい。そんなような気がしたので、ちょっと。伝えさせていただきました。はい、大丈夫ですかね。では、じゃあ、ちょっとですね、今回のこのバルカンミートアップ、大ジャパンっていうのを第1回やるきっかけになった理由っていうのが、やっぱりバルカンガイド、クロノスグループの方で GitHub で公開しているバルカンガイドの日本語化っていうのをやっぱりしようっていうことで、西舘さんの方に私が声をかけたんですね。やっていただけませんかっていう。で、西舘さんの方で、ちょうどその頃、夏休みでしたよね。夏休みなんで、多分、はい、大丈夫だと思いますよということでお願いして、で、その後、私の方がちょっといろいろとバタバタして忙しくなって、西舘さんにお願いしたままそのまま、はい、話してしまった感じなんですけれども、で、西舘さんの方で進めていただいて出来上がりました。で、それをクリスのデベロッパーリレーションの方に、出来上がったんで、これ GitHub の方に公開してくださいっていうふうに話をしたら、Slack の方でスペンサーさんの方が私にコンタクトしてきて、日本語の用語が合ってないよ。日本人
ではない人に日本語の用語が合ってないよって言われてびっくりして、なんでわかるんだろうっていう話をしたら、実は今日本に住んでいて語学学校にいてということになってでずっとミートパップ的なイベントをしたいなと思っていて、お二人にバルカンのミートアップで発表するのに興味ありますかっていうのをお声掛けしたところ、心よく引き受けていただいて、今回初めて実現したという形になっております。ということで、スペンサーさんも西舘さんも本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、はい、ちょっと今発表をしました。どうもこんにちは。こんにちは、川上です。先日はどうもありがとうございました。とんでもありません。急に声を。いや、どうでもないです。声が来てしまって申し訳ありません。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。川上隆之さんの方が、はい、セデックの方で。そうですね、発表させていただきました。はい、うちはビジネスとしてですね、OpenGL を使って、シミュレーター向けのシングラフをずっと開発してきたんですけれども、OpenGL で今後より上のより綺麗な絵とかを出そうとすると、やはりちょっと限界が来てるのではないかというところで、次の API といいますか次の手段というのを、探しているというところで、先ほど西舘さんの話にもありましたけれども、クロスプラットフォームで、PBR 以上の絵を出す、レイトレーシングに対応できるっていうとバルカンしかないというところで、バルカンについて調査を行っておりまして、その成果を、セレックの方で報告をさせていただきました。ありがとうございます。西舘さんってご覧になりました、このセッション？はい、見てました。ありがとうございました。ます非常になんかすごい短期間でありがとうございます。すごいところまで到達していらしたので、ちょっとびっくりしながら聞いてみました。ありがとうございます。やはり先ほどもおっしゃってましたけれども、バルカン HPP ですとか、ちゃんとしたその元になるようなソースコードがあれば、あとはコツさえ掴んでしまえば、ある程度のところまで行ってしまうと、しっかりとしたプラットフォームができているので、作り込んでいくのは非常にスピード感を持って取り組めたかなという感想ですね。そうなんですね。はい。実は川上さんとは、セデックの前にちょっと別途、お話をしたことがありまして、はい、で、セデックの方、私、残念ながら参加できなかったんですね。で、セデックの方で講演した内容っていうのは、確か、来年のどこかのタイミングまでオープンにできないんですよね、確か。そうです。うちの、ルールで結構厳しく言われてしまったこともあったりですね。だいぶ内容、ビジネスに関係するところを言うなですとか、結構制約がありまして、はい、できるだけグラフィックスの、ソフトウェアの部分だけについて、はい、報告をさせていただいた感じなんですけど。なるほど、はい。そうですね。ちょっとセデックの方の縛りが解けたタイミングで、例えば、また、こういったミートアップの的な部分でご登壇いただいたりすることっていうのは、もちろん結構です。はい、ありがとうございます。可能な限りご協力させていただきたいと思います。ありがとうございます。そうですね、私も非常に楽しみにしていて、クロノスの内部でもシミュレーション用途ゲームでないところでバルカンを使われているということで、非常に興味をいろんな人間が持っているようですので、はい、ありがとうございます。お願いいたします。はい、で、山田さん、先ほど最初の質問された山田さんが、川上さんとつながりたいということでしたので、どうしたらいいのかわからないんですけれども。そうですね。本来であれば、オフラインの、集まりとかであれば、きっとお会いして、名刺交換じゃないですけど、そういうこともできたかなと思うんですけど、そうですね、こういったオンラインミートアップの場って、そういうことってどうやると。よろしいんでしょうかというところも気になりました。そうですね、セデックの時もそうなんですけど、そういったやり取りができずちょっと困っておりまして、これぞ いい機会だと思って今ちょっとお願いしたというところでした。なるほど。
川上様の方で差し支えなければ、私、はい、山田さんの方が私に、はい、チャットウィンドウかなんかで私だけに、はい、あの連絡先を教えていただいて、それを私の方でメールで川上さん。そうですね。あ、それで全然結構です。大丈夫です。わ、はい、かりました。はい、ではそちらで、はい、書きますので、そうですね。ぜひ繋がりたい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、です。リンクありがとうございましたとあったんですけども。ああ、スペンサーさん、質問してくれていてありがとうございます。はい、答え、答えしました。はい、バルカンメモリーアロケーターは C 言語のライブラリだったと記憶しているのですが、バルカン HPP とかの組み合わせについてはどのような状況でしょうか。C++ のプロジェクトで VMA を使用することができます。セレクト、はい、ということなんですけれども、大丈夫でしょうか、戸田さん。よいしょ。もし、話せるようであれば、回答の方、よろしく。じゃあ次の質問が GPGPU としての利用に興味がありますが、画面を出すことに興味がありません。バルカンが描画を必須としないことは分かりましたが、入門のための情報としてはやはりウィンドウを作ってというものが多いと思います。単に数値計算をするようなサンプルを見たいのですが、どのように探せばいいでしょうか。ということで、スペンサーの方さんの方で、2つリンクは良かった、素晴らしいプロジェクト、Google のU micro, so micro VK compute, and then a compute project, compute, yeah, どっちも素晴らしい、compute だけ、バルカンプロジェクトあります、はい。なるほど。それをこの2つのプロジェクトを見ると分かるということなんですけども、回答の方って皆さんが見えるんですかね、それとも回答、こちら側だけしか見えないんですかね。川上さんと山田さんってスペンサーが回答した回答って見えますか？いや見えてないですね。見えない、見えないですね、はい。なるほど。了解です。じゃあ、そうなんですね。じゃあ、チャットウィンドウの方に。で、質問された方だけが回答を見れてる感じなんですかね。じゃあ、もしかすると。この、2つチャットウィンドウに送った画面の方が、リンクの方が GPU、GPU、GPGPU として実行するときのサンプルとして参照いただけるものになります。ありがとうございます。あ、間違えた。僕自身、ちょっとエブリバンで送りました。西田さんも、そういえば、全でなんかいろいろやられてますよね。ありがとうございます。ちょっとあれですけど、こっち、はい。で、続いてが川名さんから再び別の質問で、バルカンのバリア戦略はマルチプラットフォームである以上、キャッシュを直接制御してより柔軟に最適化できるような機構を作るのは難しいでしょうか、という質問だったんですけれども、これもスペンサーさんの方で回答してくれていて、バルカンはすべてのプラットフォームのプログラミングを一つの方法で行うことができます。しかし、最高のパフォーマンスを得るためには、ベンダー固有の最適化を追加する必要があるかもしれませんということです。いや、多分 90% like, 同じですよ。Like, バリア、ストラテジー、すべてアベンダー大丈夫です。時々、you know, AMD と NVIDIA、you know, Intel とちょっと違うです。And so 時々、like, ah, you know, if NVIDIA, if else AMD, but then 多分 90% 同じです。なるほど。So 英語で a common misconception
is that you just write Vulkan and it will work perfectly everywhere, when really Vulkan is designed so you can write to all the hardware with the same tool. But it still might require vendor specific paths. はい。なるほど。そうですね。90%、9割の形でおそらくバルカンの標準的な書き方をすれば、すべてのハードウェアで使えるものが書けるという部分は、そこは間違いないんですけども、やっぱり、ハードウェアのベンダー固有の最適化だったりとかっていうのを行うためには、残りの 10% ぐらいのところでそういったものを使う必要があるかもしれないということで、なので難しいかっていうと、そんなに難しくないっていうことなんでしょうか、スペンサーさん。Is it easy or difficult? Well, should be not that difficult. Okay, performance, GPU だけじゃない。If you're going to check performance, always profile.First. So like NVIDIA has Nsight, AMD has Radeon Profiler. So use your hardware's profiler tool to see if that is the bottleneck. I see. Before you start, like Shinpai Maini, like make sure that's the bottleneck. なるほど。その最適化する際にだったり、実際に何かをやる前に、そのハードウェアごとのパフォーマンスをチェックするっていうのが重要ですと。で、その例えば NVIDIA であれば Nsight っていうツールを提供してますし、 AMD であれば Radeon Profiler? いや、Radeon Profiler と思います。いや、多分そんなようなツールがあるので、その何かボトルネック、それぞれのハードウェアではどういうものがあるのかっていうのを確認して、それの上で最適化を行うっていうことが重要だと思うそうです。はい、大丈夫でしょうか、な回答の方で。ああ、なるほど。はい、戸田さん、ありがとうございます。できそうなので試してみますということです。で、匿名の方で、OpenCL で書かれたアプリを Angular や Zinc でバルカンへ変換して動かした場合、性能はどの程度でしょうか。アプリによるとは思いますが、やはり OpenGL で書かれたアプリは OpenGL のまま動かした方が早いでしょうか。もしバルカンに自動変換して動かした方が早いのであれば嬉しいのですが、ということなんですけども。いや、はい。あと、アプリケーション違うによって、場合、like, yeah, 時々、like, 99% you know, 早いです、時々。Like, Google, like, 例えば、簡単アプリケーション、多分、同じです。でも、なるほど。はい。And then, 今、like, いつももっと、改善あります。So, 例えば、最近、他の拡張機能、ありました。あと、BKEXT Legacy Dithering。あと、いや、OpenGL 英語使った時だけです。なるほど。So, 時々、like, Yeah, so いつも改善します。その 99% の割合で、まあ、早くなるっていうのはあるんですけども、でも時々何かが原因で、そんなにパフォーマンスが出ないっていうのがあったりして、で、例でそういったことがあったときに、バルカンなんちゃらなんちゃらって言ってたそのエクステンション、それを使うことで改善したりしているので、まあ、基本的には自動変換して動かした方が早いんじゃないんでしょうかということです。And で、my advice would be to try with OpenGL, add the layer, you know, Zinc or Angular, and see what the difference is. で、スペンサーさんのアドバイスとしては、まあ、とりあえず OpenGL で作ったものあって、それにジンクだったりあとアングルっていうのを使って、じゃあどのくらいパフォーマンスが変わったのかっていうのを見るっていうのが多分一番いいんじゃないでしょうかっていうふうなことでした。ハードウェアベンダー同じテクニック使いますハードウェアベンダー同じテクニック使います。ハードウェア、そうですね、ハードウェアが変わったとしても変わりはないだろうということだと思います。はい、大丈夫でしょうか。
で、そのパフォーマンスの部分に関しては、確か過去にスライド、去年のセデックで私が話した、講演の中で、事例として出てたと思うんですけど、確かバルカンに変えたらこんなに早く動きました的な何かスライドが去年のセデックの講演を探していただくとあったような気がいたします。で、続いて次の質問なんですけど、VMA は C++ のプロジェクトでも使えますが、VMA から返ってきた VK イメージや VK バッファーをユニークハンドルに自分でラップする必要があると思います。回答してくださってますね。ああ、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。で、DX はダイレクトストレージやダイレクト ML 等の GPU を使用した拡張がありますが、バルカンに、あ、これは質問ですね。はい。入る予定はありますでしょうか。はい。So, ありがとうございます。チャット、もう、So, Vulkan Docs, Vulkan Public Vulkan Specification Issue もあります。So, DirectX Storage について話します。So, yes. やめてください。ML の方は GPU で機械学習用のエクステンションもバルカンでサポートする、もうすぐですかねみたいな話がありますよね。そう。ちょっとダイレクト ML の方が詳しくないんですが、バルカンの結構低レベルな機能だとは思うんですが。はい。なるほど。ああ、なるほど。はい。ありがとうございます。スペンサーの方がチャットで送ってくれた。チャット、はい、違うみんな、今みんな。ああ、なるほど。なるほど。はい。Yeah, そうです。今、スペンサーさんの方がホストとパネリストだけに送ったんですけども、全員に URL の方を送ってくれたので、見れると思います。こちらの投稿の方を見ていただくと、入る予定があるのかということで、なんかどうやら入るようなので、はい、ということです。はい。で、そうですね。ちょっと時間の方をオーバーしてしまってますが、非常に最後 Q&A の部分で、ちょっと私、ミートアップだったので、ウェビナー的にこう、スライドを話して、Q&A やっておしまいっていうのじゃなくて、ちょっとこう、皆さんとお話しする時間だったりとかができればなと思ってやって、山田さんだったり、川上さんだったり、戸田さんだったりの方で質問出していただいて、本当にありがとうございます。ということで、そろそろ、もう、ちょっと時間の方が過ぎてしまったというのもありますので、最後に、画面の方を私の方から共有させていただいて、よいしょ。で、今日のミートアップの方は、終わらせていただければと思います。で、今回ですね、山田さんが、講演していただけそうな感じだったので、次回のミートアップもどこかで、企画して、実施させていただきたいなと思ってますので、その他の方ですね、ちょっと、プレゼン、講演したいという方、宣伝でもバルカンを使った何かのお話でも結構ですので、こういったことをやってるんですっていうのがあればですね、ぜひツイッターのアットマーククロノス JP の方にダイレクトメッセージを送っていただいて、やり取りさせていただければと思いますので、はい。ということで、本日は金曜日の夜、ゆっくりしたい中、ミートアップの方に参加していただいてありがとうございます。で、西舘さんとスペンサーさんも、お忙しい中、こういった資料の方を用意していただいて、本当にありがとうございます。では、以上で、今日の方、セッションの方、ミートアップの方、終了させていただきます。ありがとうございました。皆さん、適当に抜けていっていただいて大丈夫です。で、録画の方も、これで終了いたします。録画の終了。お